はい、では続いて例題2に参ります。数が並んでますね。そこでカッコしちゃいますね。なんかカッコしたらいいんで、5、11、17、23、25、35、まあここで取れてます。さあ、カッコ1、これは手順をここで教えてますので説明するにいきますよ。はい、後の数は1つ前、これ後1つ前というのは、まあ、この関係ですね。もしどっか決めたらこの後は、その1つ前ですね。ちょっとこう表現がなんですけども、まあ全部6であることは分かりますね。まあ1番が6ですね。そしてカッコの2、さあこれ利用しますね。初めから数えて32番目、32番目なんですけど、いきなりポーンとは出ません、ね、まずこの式がどうやってできているか。まず5というのがあります。これに6をどん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 足していきます。足す数は6が、まあいくつか分かりませんけど足していきます。これをすると、その求める数が、出るんですが、じゃあ6何回足すといいのか。じゃあ、具体的にやってみます。まず5、これに6を1回足します。さあ1回足すと2番目に行きます。1回足すと2番目。はい、じゃあもう1回出します。もう1回ってやると続き1回なので、2回足すと3番目。じゃあもう1回、ここに書いてみますね。3回足すと1、2、3回足すとここに行きます。4番目ですね。ではもうちょっと分かりやすく、これに番号を打ちますね。何番目が分かるように、こうですね。じゃあこれも、赤にしようかな。2番目、3番目、4番目ですね。さあ、いいでしょうか。ですから、32番目、で32番目は何回足せばいいかというと、はい、32番目に行くためにはここですね。ここはですね、丸ですね。31でいいですよね。ですからここに31を入れると32番目が出てきます。あとはこれを計算をするだけ。まあ計算はできますよね。18、18、6、5、1、9、1書いてますね。こうです。いいですか。こういった数の並びを考えるには、まず一番最初はこの規則に入っていないということ、これは出発点、スタートなんで、この数字によって数全体変わりますからね。でもこっち、この関係はずっと変わりません。まずこれだけ別扱いですね。これをきちんと、ね、この部分とこの部分でできますよ。そうすると、まあ、この形が見えてきます。と、括弧には計算ができます。さあ、そして同じように次は括弧の3に
進んでいきます。さあカッコさん、今度は先に95が分かっています。さあでももう大丈夫。95がどうやってできているかというと、さあこれ使いましょう。ちょうど真下にいますね。マイクですね。95は最初の5とあと6が何回か増えた数でできていますと、はい、6かけるこれがわからないですね。さあただ、この数ですね、まあ、またあとからもう一回ますけども、でこれ、逆算というか還元算とかできます。これまず掛け算が普通は計算先にしますから、これ一旦5を計算しちゃいます。するとこの部分、この6かける丸、ここの部分はこれを引けばいいですね。ですからこれに5を足して90、引いて90になります。はい、その丸には6をかけて90ですので、これは割ってあげればいいですね。90割る6は15かなですね。さあここで安心しないこと、これはカッコ2でも言ったように、これ1回数が違ってますよね。これは15回6を足しましたよ。ですから一番最初、これが1番目があることを忘れない。この数とあとスタートに1個あったよね、これを戻してあげると16番目ができます。この2つね、これきちんとこれを把握しないと、これからやっていく次の問題、できませんから、ここもうこれは、確実にできるように、このパターンでいいのできちんと練習をしておきます。ですからこのように何回足したかと1個ですね、この1個注意、この先頭は結構大事ですよ。ただ大事だけど一回外しちゃうというね、これかわいそうな性質がありますけども、これをきちんと、この子のことをちゃんと覚えておいてくださいね。